れ様です。お疲れ様です。開幕して試合進みましたけども、今のコンディションいかがですか？まあ、自分のコンディションはいいので、しっかり準備してチャンスが来たら結果を残せるように頑張りたいと思います。昨日の天皇杯の、はい、決勝で、大阪予選の決勝で、出場機会ありましたけども、ご自身のプレーはどのように評価されますか？まあ、あの時間帯でみんな疲れている中だったので、自分の持ち味であるスタミナと球際の強さで、まあ、ボールを多く取れたので良かったと思います。まあ、結果としては残念な結果になってしまいましたけども、次に向けてどういったところを切り替えないといけないかと思いますか？あんだけまあ攻めてた中で得点取れなかったので、次はしっかり点を取れるようにやっていきたいと思います。小松選手の特徴、ご自身のアピールポイント、どういったところでしょう？まあ、僕の特徴はスタミナとやっぱりその球際の強さで、しっかり前向きでボールを奪えるところが特徴なので、それをまあ多く出せたらいいと思います。FC 大阪所属選手、なかなか数が多いですけども、出場機会を得る、レギュラーを取るためには何が必要かと思いますか？まあ、日頃からしっかりいい準備して、いつチャンスが来てもしっかり結果を残せるように準備するだけだと思います。三重の試合に向けてはどのように準備しますか？まあ、自分がチャンスがあったらしっかり結果を残せるようにいい準備しているので、まあ、出てたらしっかり結果を残せるように頑張ります。画面を通して応援してくれているサポーターに向けてメッセージをいただけますか？毎回、リモートでも応援してくださっているので、しっかり、まあ、いい結果を残せるようにしっかりチーム全員で一丸となって頑張りたいと思うので、また応援よろしくお願いします。ありがとうございます。